どうもスリカです。今日はなんかバタフライに関して面白いネタないかなってGoogle でいろいろ探してたら、なんとですね、面白い記事がありまして、バタフライを泳ぐメリットって何っていう記事があったので、ちょっとそれについてご紹介しつつお話ししていこうと思います。皆さん、バタフライってメリット何か分かります？いや、私今まで、スタイルワンとして始めたのは中学入ってからなんですけど、それから今までバタフライを泳ぐメリットについて考えたことすらなかったなと思って、いや、バタフライのメリット、いや、バタフライじゃなくてもクロールを泳ぐメリットなんてことも別に考えてなかったので、いや、面白いこと考える人もいるんだなと思いながら記事を見てたんですけど、ちょっとその記事を見ていこうと思います。いろんな方がねお答えしてるんですよ。バタフライを泳ぐメリットって何みたいなのをいろんな方が答えてて、でもある人はなんていうのかなメリットは存在しないと思いますって書いてありますね。私もね、なんとなくバタフライを泳ぐメリットって言われて、いや、メリットなんかねえよって思ったけど、いざメリットは存在しないってなると、存在しないってさ言われると、はっきりそうも言えないなってちょっと感じますね。で、他の人の答えは、バタフライは習得が他の種目と比べて簡単だから、水泳を楽しむことができるっていう回答がありました。確かにバタフライって言われると、4泳法の中だったら一番最後に習得するっていう考えが一般的だと思うんですけど、結構動きは単純なんですよ。両足揃えてキック、両手同時に動かす、うねりなんて正直首の動きさえあれば簡単には操ることができるので、その3点さえタイミングよく合わせることができればバタフライって意外と簡単なんですよ。なんなら平泳ぎより50倍ぐらい簡単な泳ぎではあるんですね。だからすごい変な話、水泳初心者にも最初からバタフライをやらせちゃっても本当はおかしくない。別に皆さんクロールから始める方多いですけど、クロールから始めるっていう考えに固執する必要はないなと思いました。続いて、他の方の回答。バタフライは平泳ぎよりも水の抵抗によるロスが少ないから、平泳ぎよりも早く泳げる。これメリットっていうかわからないけど、でも平泳ぎより早く泳げることは確かですよね。なんだったらクロールよりもバタフライの方が早いっていう方は全然いらっしゃいますしね。両手一気に動かして両足一気に動かしてる種目なので、そこまでなんていうの、力はいるかもしれないけど抵抗は少ないですよね。だって腕を戻すにしろさ、水上だしさ、キックなんて、蹴り下げも蹴り上げもどっちも推進力埋めるじゃないですか。抵抗なんてそう考えればどこにも存在しないわけであって、そうするとバタフライってかなり水泳には特化した泳ぎなんじゃないかなと感じましたね。続いての回答は、バタフライで泳ぐメリットは波をかいくぐることが
でき、平泳ぎよりも早く泳ぐことができる。なるほど。まあ波をかいくぐるってことは、あの海であれですね、波が来た時にバタフライの動きをすれば、あの、まあ、波をスルーすることができるっていうことなんでしょうね。なんか使うのかなそこまでわかんないけど、でもまあなんかサーフィンとかやってる人とかは別になんかバタフライの泳ぎをしなくても波はね、あのスルーすることができますよね。あの変にっていうか、波に普通に突っ込んでいけば、あの波はスルーできますなんかこれはなんかメリットっていうか、なんでしょうね、まあそう言われてるっていうことなのかな。まあ平泳ぎより速いっていうのは先ほどと同じ意見ですね。はい、まあ、こうやってなんかね、あとは大体似てるんですよ。でまああと言うことは、バタフライはあの平泳ぎからまあ生まれたってことなんですけど、まあ日本人がね産んだんですよ、なんとバタフライって知ってました？でなんかそのバタフライが生まれた理由っていうのも、その平泳ぎの日本人選手がなんだっけな、なんか骨折したのかな、足をその痛めて、で平泳ぎのその動きができないから両足を揃えて、まあ、左右対称の動きをしたらバタフライになったっていうのがバタフライ発祥らしいんですよ。なんで産んだんだって思いますけどねまあでも物理的に考えたら確かに理にかなった泳ぎではありますね。抵抗は少ないし、だって平泳ぎなんてもう抵抗の塊じゃないですか。でまあクロールも確かに抵抗は少ないけど、片手しか動かしてない、まあ片足ずつでしか動かしてないしね、そう考えたらバタフライはかなりね素晴らしい泳ぎではありますねまあ私はあの今の今までメリットなんて考えたことはありませんでしたが、まあ私がバタフライを泳ぐメリットは何ですかって聞かれたら、なんて答えるかな、まあ、精神が鍛えられるっていうことかなマジであの精神は鍛えられますよ。きついから、やっぱりきついよバタフライって私はやっぱ一番きついと思ってます、はい、でね、あの部活内ではね、私はね、あのみんなの励みになっていたので、はい、バタフライを泳ぐと精神力が鍛えられます。ぜひやってみてください